ビッグカメラソフマップ株式会社ソフマップはパソコン製品などを中心に販売しているチェーンストア。ビッグカメラの完全子会社である東京秋葉原を中心に日本国内で16地区21店舗を展開している。1982年に鈴木系によって設立され東京都新宿区高田の馬場一丁目にある貸しビルの7階で パソコン用ソフトウェアの会員制レンタル事業を開始。このパソコン用ソフトウェアの会員制レンタル店は、最盛期には、神田、秋葉原、渋谷に直営店舗を、日吉、川崎新町に、フランチャイズ店舗を展開する。しかし、ソフトウェアレンタル事業は違法性が強く、当初から著作権者に問題視されており、取締りの機運が高まった1985年には、撤退した。 パソコンの中古ハードウェアの買い取りと販売に業態を移行させる。取扱い品目にファミコンやパソコンのソフトの販売、買い取りを加え、一旦は店舗を秋葉原に集約し、現在に至る原型が作られた。現在の主要業態は、パソコン関連を中心とするデジタルグッズを中心とした専門工売業となっている。中古パソコン関連の買い取り及び販売は、 現在も継続されている。中古事業に関しては、ソフマップ U フロントと称して、フランチャイズ展開も行う。各種テレビゲームの販売等も行っている。かつて2002年から2007年にかけて、子会社ソフマップソフト株式会社が、山際から譲渡されたソフト販売部門である、山際ソフトを営業していた。テーマソング、ハロー、ソフマップワールドは、 ヨドバシカメラなど同業他社のテーマに比べてアップテンポで刺激的なためしばらく店内にいると耳から離れなくなる洗脳ソングとして有名で 8CMCD も発売されたほかソフマップ、小島、ビッグカメラのビッグカメラグループ3社を含む家電量販店9社のテーマソングを収録した 12CMCD エレクトリックパークにも収録されたまた 通信カラオケのウガでも歌うことが可能。店内で流れる同曲には、日本語版の他に、英語版、中国語版、韓国語版などが存在したが、CD に収録されたのは日本語版と英語版のみで、あった。写真撮影例ソフマップは、駆け出しのグラビアアイドルが写真集や、イメージビデオのプロモーション活動をする、聖地としても知られる。 秋葉原と南波の各店にはそうしたイベントを開く、会場スペースが設けられ、青、白の市松模様にロゴをあしらった壁面を背景に、セクシーなポーズを決めて、撮影を行うのは、グラドル界隈の定番の一つである。ハードウェア販売を開始した当初は、秋葉原と大阪、日本橋の小型商業ビルに今日構え、商品展示は行わずその分裂下に販売する。 箱売り業態を得意としていた。そのため1986年より商品価格をリスト掲載したフリーペーパーソフマップタイムズを大量に発行し、落下保証などといった新品5年保証、中古3年保証といった独自の保証制度をいち早く開始し、創業時からの得意分野であるパソコン中古買い取りの3本柱で他社との差別化を図っていた。 その後 Windows95 発売に橋を発するパソコンブームを見越し大幅に増床して初心者向けの展示販売に力を入れることとなり1994年の秋葉原1号店シカゴ大宮を皮切りに大型店舗ギガストア店の出店を加速する一方東京や S、池袋などではコンビニ業も行うなどの多角化経営を行った 特に秋葉原では1993年頃から当時の家電不況で廃業に追い込まれた家電量販店の店舗跡地に積極的に出店、それまで裏通りに多く展開していた小規模店舗の統合を行っていった。大阪地区にも進出し、ほぼ同一の営業形態をとる地元資本のスタンバイと激しい販売合戦を繰り広げた。 電気街の家電量販店が勢いを落としていった。当時、ソフマップは新たな電気街のオスとして注目された。ところが、1990年代も半ばに入ると、パソコンの価格下落、中古品の商品サイクル短縮による流通性や収益性の低下、家庭用ゲームの販売不振などの要因が重なり、売上の伸びが鈍化し、停滞から長落へたどっていく。 主力の東京の秋葉原、大阪の日本橋両地区は各フロアの狭い店舗が多い上に近隣同業者との競合が激しく、地方に展開した大型店舗では逆にフロアが広すぎて持て余してしまい、非効率になるなど、店舗面の問題も足を引っ張る要因となった。郊外部に進出してくる大型家電量販店への対抗も迫られ初心者向けの展示販売に、 方向性を切り替えたものの、雑多な陳列、清掃の行き届かない店内、どこか話しかけにくい店員など、地方の大型店舗も含めて、箱売り当時のマニア向けなスタイルからの脱却は、父として進まず、垢抜けない店舗は多量販店と比較し、マイナスイメージを抱え込むことになった。また、各店舗内を一見した限りでは、店員、スタッフは必要量が配置されていたものの、 アルバイトや契約社員といった非正規雇用にそのほとんどを依存していたことなどから同業他社と比べても人材の入れ替わりは極めて激しいものがあり接客態度や商品説明の知識に関する店員の技能のばらつきや適性にも問題があった上その入れ替わりの激しさゆえに従業員全体の長期的なスキルアップを図ることもままならなかった非正規雇用であっても優れた 接客技術や豊富な知識を有する有能な従業員がいたことも事実ではあるが、正社員登用制度は当時その基準が厳しく実質的に軽外化しており、このため数年間勤務しても正規雇用の身分になれぬまま退職するか、同業他社や家電量販店へのヘッドハンティング、転職などの形で去っていき、ソフマップ社内にほとんど残らないという状況も重なった。また、 これらのことがただでさえ規模に対して人数が少ない、正社員にのしかかる負担をさらに重くしてしまうという悪循環となってゆく。これらの要素が重なり続けた結果、1990年代中頃には、ソフマップはバイトを使い潰すなどという風評や、他にも社内の人事派閥構想などの噂が立つようになり、これが口コミやパソコン通信などを介して、たびたび広まったことで、 人材確保にも苦しむようになった。これらのことが要因となって、競合関係にある同業他社と比較して、サービス面、技術面での見劣りが目立つようになっていった。また、ソフトマップカードの導入によるポイント付与もあって、箱売り当時からの激安というイメージもいつしか失われ、業界の中でも中途半端活動か浮いた存在になってしまい、そこから抜け出すことができなくなっていた。 1996年頃、創業者である鈴木慶によれば、ソフマップの経営危機についての根拠のない噂が流れるようになったという。当初は根拠のない噂はやがて消えると問題視していなかったが、年末の在庫増を一部銀行から噂の根拠と受け取られてしまい、融資の最新差が相次ぐようになった。融資の遅れから資金ショートに陥りかねない状態が続き、 やがて取引先からも条件の見直しを求める企業が現れ始めた。風評被害が実際の経営危機を呼び起こす事態にメンバンクとの交渉や取引先企業との信頼回復など状況改善へ乗り出し、さらに外部資本の導入なども検討された。1997年夏、ソフマップは光通信からの外部資本導入に失敗したため、 9月16日分の決済のめどが立たず倒産する見込みであるという内容のパソコン通信の書き込みに橋を発するチェーンメールが各所に出回りこの情報を信じた顧客が溜め込んでいたルピーを取り付ける騒ぎが発生したこの流言による騒動はメールで指摘された9月16日にソフマップが倒産しなかったことやチェーンメールの内容に 基本的な事実の誤りがあることが指摘され、事実無根の内容であると公表されたことから収束に向かった。とはいえ、外部資本の構想が結果として新たな風評被害に繋がってしまい、戦術のルピーの一斉取り付けと合わせて、結果として同社の経営に多大なダメージを与えることとなった。最終的に総合商社の丸紅による資本参加を取り付けると一転して、 経営危機についての噂は収束し、鈴木は大企業ののれんの力を痛感したという。以後は業績の改善を目指して、丸紅関連会社との提携を進める。一方、無個性化につながっていた初心者向けの展示販売を切り上げ、再びコアユーザーに向けた店作りへの回帰を目指した。秋葉原地区に出店しているソフマップ全店は、 ビッグカメラグループのロゴを店舗外観に掲示、秋葉原ソフマップタウンリニューアル時に導入された CI により、ソフマップの社名ロゴも改められた、丸紅参加での業績改善は、父とした状況が続き、2005年に丸紅がソフマップ株式の一部を家電量販店のビッグカメラへ上渡したため、今度はビッグカメラと提携して、業績改善に取り組むことになった。 しかし、改善効果が見られないことから、2006年2月には、さらに一歩進んだ、ビッグカメラとの資本、業務提携を締結。第三者割当増資による、新株発行で、ビッグカメラが61.56%を取得する、親会社になった。この提携により、中古品ビジネス、仕入れ、店舗展開の協力、プライベートブランドの共同開発などの事業全般で、 ビッグカメラソフマップ両者の持つノウハウを総合的に運用しソフマップの経営再建を進めるという方針が取られたポイントカード提携クレジットカードの共通化は行われていないが2007年11月20日に初めてビッグカメラのインショップとしてオープンしビッグカメラ岡山駅前店にてポイント交換サービスを開始したまたビッグカメラが 毎年発行するカレンダーをソフマップ店等でも配布する制服をビッグカメラと共通化など年々ビッグカメラ色を強めつつある。さらに2009年10月頃から買い物袋もソフマップ単独店舗でもビッグカメラと同じものを出している。またビッグカメラの出身をデフレや競争劇化による収益性の低下が改善されない店舗の閉鎖及び 統合が順次行われている。その一方で、パソコン PC ソフト DVD ソフトの中古商品の扱いを強化し、2007年3月1日からビッグカメラ店舗内にソフマップ買取センターを開設している。現在、買取センターは、新宿西口、池袋、大宮西口、有楽町、柏、JR 京都駅、南波立川、ラゾーナ川崎、 渋谷東口、天神1号館、高崎東口のビッグカメラの店舗内にある。2007年には、主力の秋葉原地区において、子会社の山際ソフトを含めて分散していた小型、各店舗を大型ビルに集約し、ソフマップタウンに再編することを発表。山際本店跡地に建設したビルを、ソフマップ秋葉原本館と位置づけ2007年9月6日に開店した。 白物家電を取り扱う店舗となり、ビッグカメラ秋葉原店とも言うべき、多角化店舗が展開された。それに合わせ CI も一新し、ビッグカメラグループを全面に出した看板に移行中である。また、2007年11月以降は、新たな店舗形態として、ビッグカメラ店内に中古専門店を積極的に出店している。また、2008年11月以降、 本社機能を順次ビッグカメラ本部の該当部署所,所在地に移転している。2010年1月29日、ビッグカメラはソフマップに対して既存株主に200株あたりビッグカメラ株1株を割り当てる株式交換を実行し完全子会社化。ソフマップは先立つ2010年1月26日をもって上場廃止となった。2012年3月1日には 小売部門を分割して株式会社ソフマップを設立、残る店舗不動産管理等の部門はビッグカメラに吸収合併された。2017年6月5日にはソフマップ秋葉原本館をビッグカメラ秋葉へ転換。合わせて秋葉原地区のソフマップの店舗を再編し、ソフマップ秋葉前後館とビッグカメラを含めて秋葉ビッグマップと総称する形にリブランドを行う。 6月22日に全館開店。秋葉原マッククリエイター図鑑、秋葉ソフマップ1号店各店舗の詳細は、公式サイト、店舗ニュースを参照。イン近隣にビッグカメラがある店舗。星印、ビッグカメラ店内に入居、もしくはビッグカメラと併設している店舗。この場合、ソフマップの取扱い品目は、中古機器が中心で、新品や周辺機器。 パーツ類はビッグカメラ側のフロアで取り扱うケースが多い。in、ゲームアニメキャラクターグッズホビーの販売や買い取りを専門に扱う秋はソフマップ店舗。in、文京堂からアニメショップアニメ画の店舗譲り受けを受け、アニメがソフマップとして再オープンした店舗。in、プリティーシリーズのキャラクターショップであるプリズムストームを併設する店舗。イン、 中古ハード専門店リコレクション店舗。東京都宮城県埼玉県神奈川県静岡県愛知県京都府大阪府兵庫県岡山県広島県香川県福岡県東京都旧ソフマップ秋葉原本館旧ソフマップ本店アミューズメント館旧秋葉原音楽 CD 館北海道宮城県茨城県埼玉県,埼玉県神奈川県新潟県愛知県 名古屋駅中店、京都府、大阪府、南馬店、ザウルスに広島県、鹿児島県ソフマップでは、ソフマップカードを発行し、ポイントサービスを行っている。現在は、ドットコムポイント会員、ノンクレジット版、ソフマッププレミアムクラブカードノンクレジットクレジット版の3種類。加入条件はいずれも中学生以上。ドットコムポイント会員は、 ソフマップ .com 専用のポイントサービスでカードは発行されない。店舗で利用するためにはプレミアムクラブカードへ切り替えが必要であり、ノンクレジット版へ切り替えは受け付けていないので注意が必要である。ノンクレジット版はかつてクレジットカード付きのクレジット版も発行していたが、プレミアムクラブカードクレジット版の登場とと,ともに新規受付は終了。 終了後も更新することよって利用することができたが、2017年以降のカード更新から、プレミアムクラブカードクレジット版への切り替えが進められている。切り替えには発行元であるジャックスに連絡する必要があり、連絡を行わないはそのまま解約として扱われることになっている。かつてノンクレジット版は長らく入会金500円。 年会費は無料というものであったが、2017年に行われたビッグカメラグループ共通ポイントカードへの統一と同時に入会金は廃止となった。変更前のデザインは水色背景に白文字でソフトマップと書かれたシンプルなものであったが、統一後は銀色背景に黒文字でソフトマップと記載されており、背景にはビッグカメラの文字やロゴがつくなど、 ビッグカメラグループ色が強くなっている。ビッグカメラグループ共通ポイントカードへの統一後、デザインを含めてビッグカメラのものへと変更されたが、買取ポイント、ルピーの記載は当カードのみしか搭載されておらず、全く同じ見た目のビッグカメラ、小島のカードでは利用することはできない。そのため、カード左上部にはソフトマップ買取ポイントカードという記載がされているものの、 それ以外で、ロゴ以外の見分けがつかず、デザイン統一によって複雑化を逆に招いてしまっている。入会金廃止以前は、しばしば無料キャンペーンを行い、店舗によっては常時無料で発行していたことも多くあった。ただ、クレジット版を申請すれば、入会金は常時無料であったが、ビッグカメラスイカカードのように、カードの即時発行することはできなかった。そのため、 クレジットカードができるまでの間、仮カードとして、クレジットがつかないカードを渡される。ソフトマップカードで最初申し込んだ場合は、クレジット機能付のカードへ移行可能。移行した際には、その回に、限り1000円分の値引きが実施されていた。ポイントサービスには2種類あり、通常のショッピングで加算される、ルピート買い取りサービスを依頼した際に、現金の代わりに受け取る。 プールと呼ばれるポイントがある。どちらも1ルピーイコール1プールイコール1円単位でショッピングに利用できる。利用する際、ルピーは商品の税抜き金額に対して割引されるが、プールは税込み金額に対して割引される。例えば、税込み105円の買い物をした際、ルピーであれば100ルピーで買えるが、プールは105プール必要になる。また、ルピーでの買い物は、 ポイント還元されないが、プールでの買い物は、現金と同じくルピーで還元される。買い取りサービスの際にプールで受け取ると、通常10%のボーナスポイントが付加される。かつては、ボーナス分はプールとして加算されたが、現在はルピーとして加算されている。一部のビッグカメラに設置されているソフマップ、買い取りセンターでは、ポイント買い取りをする際に、ソフマップカードのポイントにするか、 ビッグポイントカードのポイントにするか選択できる。ただし、ビッグポイントカードには、プールポイントという仕組みはなく、買取で得たポイントを使用して、買い物をすると、その分にはポイントがつかないため注意が必要。クレジットカードとポイントカードを一体化させた、ソフマップジャックスカードは、他社利用時のポイントが200円で1ポイントと他社より、還元率が低めだが、 ソフトマップで分割払いを使用する際の金利が12回までは常時1%、キャンペーン実施時には0%と低いのが特徴。かつてはビザとマスターカードがジャックス提携で JCB はアプラスとの提携だったが、現在は3種類すべてジャックスが発行している。このほかかつてはクラブ S という上級会員制度があったが、現在は廃止されている。 ソフマップカード発足当初は、ポイント付与率は高額商品が多いため、利益圧迫とならないよう原則1%と低めに設定されていたが、上記の通り価格面での競争力が低下したこと、他店では10%台の還元率もごく普通のものとなっていたことから、現在では商品によって10%を超える設定も多くなりつつある。また、ネットショップのポイント還元率は、 原則10%のため販売価格が実店舗とネットショップで同じ商品なら店頭で買うよりもネットで買った方がポイントが多くもらえることが多い。ソフマップがビッグカメラ参加となったことに伴い2007年の11月に開店したビッグカメラ岡山店よりビッグカメラのポイントとソフマップのポイントを相互に交換できるサービスを開始している。当初はソフマップ または、ビッグカメラが過去出店していなかった地域の店舗に限定されていたが、2009年3月1日より全店舗で交換サービスを開始した。ビッグポイントをソフマップポイントに交換する場合、ソフマップポイントはルピーポイントとなる。また、プールポイントをビッグポイントに交換することはできない。なお、ソフマップカードが2005年12月20日以前に、 会員登録されたものの場合、ソフマップ .com での同カードを介した会員登録を行うことができないので注意が必要である。2010年6月1日より上級会員カードソフマッププレミアムクラブが開始された。入会金は無料で年会費が1029円かかるが年に一度ソフマップで商品を購入または買取を利用すると無料になる。 ポイント還元率が通常1%から2%商品によっては通常のカードよりさらに効率になる場合もある。また月額制の延長保証、サービスプレミアムワランティ等のサービスも追加されている。加入にはクレジットカードの登録が必須である。そのクレジットカードは必ずしもソフトマップの提携カードである必要はない。なお、 買い取りを使用する際代金を現金ではなくソフマップカードのポイントにすると10%増額するサービスがあったがこのカードの導入に伴い買い取り金額を10%上乗せされるのはプレミアムカードのみになり通常のソフマップカードでは5%に減額された2020年2月17日開始のソフマップカード所有者を対象にしたポイントサービス 内容としては下記にある予約の日を常時化してリニューアルしたものであり300円以上の CD 映像ソフトゲームソフトホビー商品を3本以上予約した場合に500ポイント5本以上予約した場合には1000ポイントが付与されるという部分は変わらないもののさらに5000円以上の商品を予約購入時には200ポイントが追加で付与されるという 新たな特典が追加されている。1マップソフトマップカード所有者を対象に300円以上の CD 映像ソフトゲームソフトホビー商品を予約した際、購入時に1マップというチケットをもらうことができた。このチケットは集めた枚数によってポイント還元ができ20枚集めた場合はソフトマップオリジナル景品との引き換えが可能になっているのが特徴だった。 ただし有効期限は1年でソフマップ会員であることが必須なため引き換えの際はソフマップカードの提示が必要になり第三者への譲渡、使用は不可となっていた。なお、オンラインショップは対象外だった。予約の日ソフマップカード所有者を対象に300円以上の CD 映像ソフトゲームソフトホビー商品を毎週木曜日に3本以上予約した際、 ボーナスポイントが付与されていた。ソフマップでは、ソフマップドットコム、ソフマップドットコムという二つのネットショップサイトを展開している。ソフマップドットコムでは、通常の電化製品などを扱い、秋葉ソフマップドットコムでは、アニメゲーム、音楽 CD、美少女ゲーム等のサブカルチャー商品を取り扱っている。アカウントは、両サイト共通であり、住所、 カード情報、ソフマップポイントなどを共有して利用できる。また、基本的に3000円以上の購入で、送料無料となり、ビッグカメラドットコム同様に、クレジットカード、ポイント支払い、コンビニ支払いに対応する一方、商品の店舗取り置きなどは、期待を。1990年代後半から運営を、行っている。解説当初は、パソコン関連製品、 DVD ゲーム製品などの新品製品を取り扱っていたが、2000年11月からは中古商品の取り扱いも始め、その後は2011年まで音楽 CD、ブルーレイ、美少女ゲームなども取り扱っていた。ただ、一つのサイトでパソコン関連製品から美少女ゲームなどのアダルト製品を行っていたことなどから、ジャンル分けを行うために2011年に姉妹サイトの 秋葉、ソフマップドットコムを開設。その後は取り扱っていたすべてのサブカルチャー商品が移管され、現在はパソコン関連製品、電化製品のみ変更となっている。ソフマップドットコムから移管されたサブカルチャー製品を扱う姉妹サイト。TV ゲームブルーレイ、DVD、音楽 CD、フィギュア、美少女ゲーム等を扱っており、美少女ゲームなどのアダルト製品のページでは、 年齢確認ページが表示される。独自コンテンツも多く、アニメ、美少女ゲームの情報などを掲載するアニメゲーム情報最前線やコスプレ店員によるブログコスラボ秋葉原ソフマップで働くコスプレ店員のブログなどが掲載されている。ただ、どちらのページもアダルト製品の紹介が入るため、上記の年齢確認が必要となる。かつては実店舗との関連性も強く、 第2.4度用に行われている W ポイントデートは店舗との同時開催であったほか、その他セールも場合によっては同時開催の時も多かったが、現在は別々になりつつある。2017年以降からは実店舗を含めてソフマップ全体での開発化が見られ、2017年11月には美少女ゲームのみ、購入金額に関係なく1点ずつ送料が発生するほか、 2017年12月からは W ポイントデーでは音楽 CD が対象外になっている。その後も開約化は継続して行われており、2020年7月からは商品の注文単位での送料が廃止され、新たに送料グループという制度が設けられることになった。この制度は通常商品、BD、DVD、音楽 CD、送料無料対象外などに商品を グループ化し、そのグループの商品を一定金額を購入することによって無料になるというもの。この制度の登場により、送料の複雑化を招くこととなり、複雑化した制度を利用者が理解しなければならない状態となっている。2019年8月1日付で、文京堂からアニメが関連の通販業務の移管を受け、秋葉、ソフマップドットコム内にアニメがオンラインがオープンした。 ありがとうございます。